防弾少年団の大人気キャラクター、PT21、Facebook とメッセンジャーにスタンプ&エフェクトが登場。Facebook とメッセンジャーがキャラクターブランド、LINE フレンド、S、と提携し、世界中で旋風を巻き起こしている防弾少年団、BTS、がデザインしたアニメキャラクター、BT21、のスタンプやエフェクトなどの提供を2018年7月19日、米国時間、より開始した。提供を開始したのは、8種類のスタンプ、2種類のフレーム、8種類のエフェクトと1種類のスタンプパック。コラボレーションによって生まれたコレクションの中では、これまでで最も充実した内容となっている。スタンプとして、好奇心旺盛な、ターター、美味しいいたずらっ子、SHOOKY、情熱的な、あんこ、CHIMMY、などのキャラクターを含む、BT21 の全キャラクターが勢揃い、メッセンジャーや Facebook 上の写真や動画だけでなく、ビデオ茶とでも、これらのキャラクターを使ってデコレーションすることができる。メッセンジャーのクリエイティブディレクターであるジェニファー・ウィトリーは、そう。動的な表現はメッセンジャーでのコミュニケーションのコアとなる重要なものです。1対1のメッセージやグループビデオチャット、また様々なカメラ体験を通して、人が自分自身を視覚的に、また楽しく表現するための方法を多く提供しています。私たちは常に、人々が伝えたいことをよりよく伝えるための、楽しくて、新しいコミュニケーションを探し続けています、と述べている。愛用 BTS、BT21、Facebook とメッセンジャーにスタンプ&エフェクトが登場。利用可能期間、2018年7月19日、米国時間、シルダ、利用。方法、メッセンジャーカメラでの、BT21、キャラクターの表示方法、最新のメッセンジャーアプリをダウンロードし、アプリを立ち上げます。画面下のカメラボタンを押します。画面をスワイプしエフェクトを選び、アイコンをタップします。写真や動画を撮影した後、右上隅のスマイリーボタンを押して、フレームやスタンプを追加することもできます。また、チャットに表示されるスマイリーアイコンを押すと、タブの部分に、P21、スタンプパックが表示され、スタンプを送信することができます。メッセンジャービデオチャットでの BT21 キャラクターの表示方法。最新のメッセンジャーアプリをダウンロードし、アプリを立ち上げます。1対1のチャットまたはグループチャットを表示し、右上隅の動画アイコンを押します。星印を押し、スワイプしてエフェクトを選び、アイコンをタップします。ご利用には、メッセンジャーアプリのダウンロードが必要になり、アプリのダウンロード及びご利用には、別途通信料がかかります。Facebook カメラエフェクトはアジア地域における Facebook サービスの展開国に限ります。